レディース&ジェントルマン高木豊です。高校球児です。です。今回ですね、はい、サムライポーズしてます。吉田君の、吉田君がマウンドで投げる前にこう入っていって、こうやってやる、センターに、でセンターの子も一緒にこうやってやるんですよ。それがちょっとなんか問題になってる。あれだよね、審判の人に言われたんだよね。あまり良くないです。だからその投手学園の西君がめちゃくちゃガッツポーズして、それを注意されたんですよ。それについて豊さんはどう思いますか？それについて、お前らの感覚はどうなの？別に僕は正直いいかなと思いますけど。ガッツポーズはどう、はい、まあ、ガッツポーズはその挑発するみたいな感じだったら良くないかなと思うんですけど、まあその人のなんか感情表現かなと思って、いいかなと思って、まあ、自分もいいかなと思ってて、はい、だって結局ホームラン打ってもみんなファースト回った時にこんなやってるじゃないですか、うん、俺も結局一緒なんじゃないかなって思っちゃう。俺はさ、はい、日本人として、はい、侍とかさ、はい、言うんであればそんなことはしないよね。でガッツポーズもさ、それ自然と出るもんだからなかなかあれだけども、俺はやっぱ監督の指導がどうなのかなって思うよね。ああなるほど、まあ、勝負をさせていただいてるんだっていう体だとそうはならないよね。そう俺は思うんだ。だからその3年間の教育の中で、勝負とはこういうもんだよって、やっぱ相手の気持ちも重んじてやれと。だから日本人でいう解釈っていうのがある。俺はあまり好ましい行為ではない。吉田君っていうのは素晴らしいピッチャー、素晴らしいピッチャーだから、ちょっと借金なんてやる余裕かもわからないけど、そういう行為はあんまり好きじゃない。俺個人はそれはまあ時代が変わり、はい、まあ、そういうことをおっさん古いわって言う人もいるかもわからない。でも俺はそういうことで育ってきてるから、学校の看板背負ってるよね。でみんなの思いもあるよね。それで借金なんて、これふざけてるわけじゃないかもわかんないけども、はい、やっぱふざけてる行為に取られるよね。だってマウンドって神聖な場所でしょ。スターが立てる場所なの、そのチームの、はい、まあそれがそのルーティンでリズムだったらそれはいいけど、はい、俺監督はなんでそれを否定しないのかなと思う。あ、大阪桐蔭の中川は打席に入る前結構こう入って外からポンポンポンみたいなのやって、でクーって入ってガッと入るっていう、このルーティン、ルーティンが、いや、ああいうのは俺いいと思う。俺も打席に入るときに、はい、払いは足場を鳴らし、左足を決め、はい、右足を決め、でバットを低い位置でここを打つんだみたいなイメージでこう構える。1球目終わったら必ずバットで両足のかかとの砂を落としみたいな、そういうルーティンはあったよ、ね、でもさ、そういうの中川君、中川君がさ過剰なガッツポーズだとかさやるかって言ったら全くないと思うんだよね。あの子はさ、自分のせいで負けたっていう思いがあり、キャプテンを任され春は優勝したけど、やっぱ夏に犯した罪は夏に取り返すという相当なプレッシャーで勝った時に崩れたと思う、はい、あれがチームを支える人間の姿だったと思う。やっぱ中川のあの泣き崩れたあの姿を見て俺涙出たもん。だからそれが甲子園の姿なんじゃないかなっていうのは、俺は同じ甲子園を目指した人間として、やっぱあそこはもう真剣な勝負で、なんかこう緊張感がピーンと張り詰めてて、そういう舞台であってほしいなって俺は願う。これね、一回ね、ハンカチ王子にオールスター1年目選ばれた時に、お前オールスターで絶対ハンカチで吹いたらウケるよって言ってる、あいつは絶対やらなかった。だからその吉田君もやっぱそういう風になってくる。あの時はやったけど、考え方っていうのはいろいろ大人になれば変わってくるし、そうあってほしいなという風に、はい、なるほど。